今度の合同練習、ここなら良さそうじゃない？広い芝生もありますし、それほど人も多くなくて、練習場所にはぴったりですわね。その上、大きな噴水もあって、風情もありますわ。じゃあ決まり？はい、ここにしましょう。よかった、ようやく決まったね。見つからないんじゃないかって心配したよ。ダイヤさんはいろいろこだわるタイプみたいやね。こだわっていたわけでは、私たちも周りの皆さんも気兼ねなく使えるような場所がいいと思っただけですわ。さすが裏女の生徒会長さんやね。こういう時に気にしすぎっていうくらい気を使うところ、エリチとそっくりやね。そうでしょうか。びっくりしましたわ。急に目の前を横切るから。元気な子供たちやね。小学校か幼稚園くらい？姉妹かな。あらあら、大変ですわ。のぞみさん、助けてあげましょう。うん。大丈夫ですか？痛かったですよね。あら、少しすりむいちゃったみたいですわね。じゃあうちが痛くなくなるとっておきの魔法をかけてあげる。そう、魔法のおまじない。それじゃあ、いくよ。痛いの痛いの飛んでいけ。さあ、どうかな？そっか、よかった。どういたしまして。今度は転ばないように気をつけてね。元気になってくれたみたい。さすがですね、のぞみさんのおまじない、まるで本物の魔法のようですわ。さて、練習場所のチェックも済んだし、そろそろ帰ろっか。そうですわね。あら、あなたは先ほどの？どういたしまして。でも、そんなに改まらなくてもいいよ。大したことはしてないし。偉いですわね。小さいのにしっかりしています。そうやね。ん？うち？なーに？魔法使い？ああ、そういうことか。うん、そうだよ。うちとこのお姉さんは魔法使いなの。え？私もですか？そっか。じゃあお姉さんたちと同じだね。残念ですが、私たちも帰るところですの。だから、あなたもお家に帰りましょう。仕方ありませんわね。こっちにいらっしゃい。一緒にいてあげられない代わりに、ハグして差し上げますわ。また会えますから、大丈夫ですよ。だから、今日はお家に帰りましょう。ね。いい子ですわね。じゃあここでバイバイしましょう。ダイヤさんはやっぱりお姉さんやね。小さい子の気持ちよくわかってるみたい。なんだか小さい頃のルビーを思い出してしまって。
放っておけませんでしたわ。ワン、ツー、シー、フォー。ワン、ツー、シー、フォー。みなさん、動きがずれてますわよ。わかってます。でも、ここの振り付け、とっても難しい。確かに、これだけ練習してもうまくいかないってことは、別の方法を試した方がいいのかも。少しアレンジしてみる？いいかもしれませんね。臨機応変な対応も、時には必要だと思います。それもそうですわね。では、どんなアレンジにしましょうか。いきなり変えるって言っても難しいよね。あなたたちは。こんにちは。また会ったね。お知り合いですか？うん、昨日ちょっとね。レッサーパンダのぬいぐるみですか？糸がほつれて腕が取れそうになってるみたいだね。そうですわね。でも今すぐにというのは。私に任せて。小鳥さん？小鳥が魔法で直してあげる。うん、任せて。ちょっと待ってね。もうすぐできるから。あとは、この糸を結んで、できた！はい、どうぞ。さすがですわね、小鳥さん。本当に、鮮やかなお手並みでした。これくらい大したことじゃないよ。お裁縫は得意なんだ。大事なお友達だもの。いつでも魔法で直してあげるよ。え、カスミンですか？当然です。カスミンは大魔法使い。皆さんに魔法を教えたのは何を隠そう、このカスミンなのです。そうなのです。カスミンはものすごく可愛くて、とっても天才の大大大大大大魔法使いなんです。かすみちゃん、自分でだいぶハードル上げたわね。面白いからいいんやない。え、魔法ですか？そんなことを急に言われても。にしし、いいこと思いついちゃいました。これをうまく利用すれば、みんなの面白い姿が見れちゃうかもです。この絶好の大チャンス、逃すカスミンではありませんよ。いいでしょう。とっても貴重な大魔法、あなたにご覧に入れましょう。でも、カスミンの魔法はとーってもすごいから、とーっても時間がかかるんです。というわけで、リカ先輩！お？今日はカスミンの代わりに、リカ先輩の魔法を見せてあげてください。私？では、よろしくです。逃げた？かすみちゃん、まさか逃げ出すなんて。
魔法か。魔法ね。魔法。ここにピアノがあったらよかったんだけど。リコちゃんは悩んだところも可愛いな。のぞみさん、そんなことを言っている場合ではないと思います。無理なんかじゃないわ。わかった。私の魔法を見せてあげる。リコちゃん、何か思いついたみたい。あの顔、そのようですわね。この木の枝を魔法のステッキにするわ。行くわよ。よーく見ててね。はぁ、愛と勇気の魔法少女リコッピー。行くぞ、必殺ラブラブラブリーリコちゃんビーム。よかった、気に入ってくれたみたい。リコちゃん、リコちゃんのその頑張り、私感動しました。私もじゃあ、リコさん、その枝、じゃなかった、魔法のステッキを貸してもらえませんか？うん、いいわよ。おほん。では、僭越ながら、今度は私の魔法をお見せします。私が合図をしますから、一緒に大きな声で、3、2、1と数を数えてくださいね。しずくちゃん、何をするつもりなのかな？さあ、想像もつきませんわ。でも大丈夫そう。なんだかとっても自信がありそうだもん。では行きますよ。せーの。3、2、1。水の精霊たちよ、私に力を貸してください。清き流れよ、大地を癒せ。すごい、噴水が噴き出した。きれい。これが私の噴水の魔法です。本当にすごいですわ。でもどうやったのでしょう？あの噴水、決まった時間に吹き出すようになってるみたい。タイミングをうまく合わせたんだね。そういうことでしたか。さすがしずくちゃん、周りのことをよく見てるわ。どうだった？私の魔法。ありがとう。気に入ってもらえて嬉しいな。さすがしずこ、アドリブとは思えない完成度。と、カスミンは一人木の陰に隠れてつぶやくのであった。うわぁ、のぞみ先輩、いつの間に。さすがしずくちゃんは普段から舞台に立ってるだけあるよね。度胸がある。確かにそうですね。でもこれはカスミンのナイスなパスがあったからこそです。リコ先輩、しずことつないで見事な魔法を披露してくれました。カスミンの期待通りです。と、カスミンは強がってみせるのであった。だって、のぞみ先輩、これは強がりなんかじゃないです。カスミンのそういう意地になっちゃうところ、とっても可愛い。もう、からかわないでください。からかってないよ。うちは本当に可愛いって思ってるの。
とっても可愛かったですわね。ほんとね。それにしても私たちを魔法使いだなんて、なんだか本当に魔法を使えるようになった気分です。魔法か、かすみも使ってみたかった。あ、いいこと思いついちゃいました。いいこと？何ですの？さっきの難しい振り付けのところを魔法使いっぽくするのはどうですか？ほら、こんな感じで。なるほど、いいわね。うん、それならうまくいきそう。いいやん、かすみん。むふふ、そうでしょ、そうでしょ。かすみんってキーンとひらめいちゃいました。もしかしてこれがかすみんの魔法かも。かすみさん、あまり調子に乗らないの。それよりさっきリコさんに無茶を言って逃げたこと、ちゃんと謝ったの？う、そうだった。リコ先輩、すみませんでした。うん、気にしてないよ。それにそのおかげでこの振り付けも思いつけたわけだし、結果的に良かったんじゃないかな。しずこもありがとう。私は別にかすみさんのためというわけでは。さて、それじゃあみんなで今の動き試してみよっか。そうですわね。それではかすみさん、リードをお願いできますか？了解しました。さあ皆さん、準備はいいですか？魔法みたいに素敵なダンスバッチリ決めちゃいましょう。